皆さんこんにちは、みずきてぃです。今日はレディーファッションで少し落ち着いたコーディネートにしてみたんですけど、このワンピースは台湾留学に行ってた時に台湾で買ったものなんですけど、すごい形とかが可愛くてお気に入りです。と黒なんですけど、肩が開いてたりとかレースの部分もあったりとかするので、ちょっと可愛らしさもあってすごく着やすいです。まとめ靴も黒にして、で差し色でバッグ、クラッチバッグを濃いめのピンクにしてみました。でアクセサリーもパールとゴールドでちょっと上品な感じにしてみました。なんかちょっとお出かけとかデートとかそういう時とかにもすごくおすすめです。皆さんもぜひやってみてください。ではみずきてぃでした。バイバーイ。皆さん今日の動画はいかがでしたか？感想はブログやコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。